東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？サンフレッチェ広島はホームでサガン鳥栖に 3-0 で快勝し、2試合ぶりの白星を挙げた。鳥栖は2試合連続の無得点で2連敗となった。広島は試合開始早々の前半2分、ディフェンダー塩谷、司の縦パスを受けたミッドフィルダー柴崎光成がペナルティーエリア内で切り返し、ゴール前にこぼれたボールをミッドフィルダー茶島雄介が右足で蹴り込んだ。茶島の5試合ぶり今季2得点目で幸先よく先制すると、前半33分にはミッドフィルダーミキッチの右クロスにフォワードピーター宇高が頭で合わせ 2-0 とリードを広げた。宇高は2試合ぶり今季8ゴール目。後半7分には茶島のスルーパスに反応した宇高が前に飛び出してきたゴールキーパーもかわして右足で無人のゴールに流し込んだ。この日2得点の宇高は今季通算9ゴール。後半18分からは負傷明けのフォワード浅野拓磨がピッチに入った。4日の ACL グループリーグ最終節の FC ソウル戦に先発し、すでに公式戦復帰を果たしていた背番号10だが、リーグ戦は3月20日の大宮戦以来、6試合ぶりの出場となった。広島は後半30分、柴崎の右コーナーキックがファーサイドに流れ、宇高が右足で狙うが、ゴールキーパーがセーブ。ハットトリックこそ逃したが、チームは 3-0 の完封勝利を収め、ホームでは公式戦5連勝となった。2得点の宇高は試合後のヒーローインタビューで、1点目はミキッチ選手から素晴らしいクロスが来た、2点目も茶島がファンタスティックなパスを出してくれたので決めることができたと、いずれもアシストに感謝。今季加入の新戦力が早くもゴール量産体制に入り、茶島も宇高との関係は試合をするごとに良くなっていると手応えを口にしていた。